うございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は函館線小樽倶知安経由函館行き特急ニセコ号です。列車は北海道の中心都市札幌を後にし、この先小樽長万部間は羊蹄山を望みニセコの山あいを運転することから通称山線と呼ばれる函館本線を進んでまいります。そして終着の異国情緒あふれる歴史とロマンの町函館へと進んでまいります。この列車の車掌は JR 北海道函館運輸所畑沢神沢です。終着の函館までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それではこれからの止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は手稲に止まります。手稲8時10分続いて小樽8時40分余市9時7分倶知安10時1分ニセコ10時17分昆布10時28分黒松内11時6分長万部11時27分森12時20分新函館北斗13時18分五稜郭13時35分終着函館には13時40分に到着いたします。この列車はノースレインボーエクスプレス5両編成でご利用いただいております。簡単ではございますがご乗車のノースレインボーエクスプレスについてご案内いたします。この列車は JR 北海道が平成4年1992年にジョイフルトレインとして製作した車両で同年7月函館エクスプレスとして先行3両で運用を開始いたしました。同年12月5両編成での運用を開始し愛称名もノースレインボーエクスプレスに決まり季節を通した臨時列車として富良野ラベンダーエクスプレス流氷特急オホーツクの風ニセコエクスプレスとして活躍していた車両です。続きまして車内のご案内をいたします。列車は5両編成で5号車を先頭に前から5号車、4号車の順で一番後ろが1号車です。この列車の自由席は中ほど2号車、3号車です。その他の1号車、4号車、5号車は指定席です。なお3号車は2階建て車両で1階部分はラウンジとなっております。1階のラウンジはフリースペースとしてご利用のお客様が自由に楽しんでいただけるスペースです。皆様が楽しんでご利用いただけますよう座席の占有はどうぞお控えください。ご協力をお願いいたします。トイレは1号車